皆さんこんにちは。今回は、ネットで有名な、ある画像について調べていきます。今では信じられない話ですが、過去に放射性物質を使った薬が販売されていたことがあり、その被害者だと言われる画像があります。今回扱う内容については、衝撃的な内容を含みますので、閲覧注意でお願いします。皆さんはこの画像を見たことがあるでしょうか？目を疑うような画像ですが、男性の下顎から喉までなくなっています。よく怖い画像スレ等に貼られることが多いのですが、エベン・バイヤーズという人物だと言われています。この人物は何者なのかというと、ラディトールという薬の被害者です。1927年、彼は寝台車のベッドから落下し腕を負傷するのですが、その痛みが長期間続くことから、ある薬を医者から処方されます。その薬が、ラディトール、というもので、内分泌系を刺激すると主張するラジウム水溶液です。皆さんもラジウムの名前を聞いたことはあると思いますが、放射性物質であり扱いを間違えると非常に危険です。20世紀初頭は時計業界で塗料として使用されていましたが、時計工場で働く女性たちの多くが癌を発症し、その原因がラジウムであったことから、ラジウムガールと呼ばれていたこともあります。このラディトールは、そのような危険なラジウムを水に溶かしただけの代物で、バイヤーズは処方されたそれを1日に数回服用していました。すると、体重の減少、頭痛に悩まされ、やがて歯が抜け落ちてしまうほどに悪化します。その数年後、彼は連邦取引委員会から自身の経験を証言するように言われますが、もはや移動できる状態にはなく、自宅で話を伺った弁護士によれば、2本の前歯を除く上顎全体、そして下顎はほとんど失われていた。彼の体に残る骨組織は全て崩壊しつつあり、実際に頭蓋骨には穴が開いていた、と報告されているそうです。彼は放射線中毒で死亡したと診断され、鉛で裏打ちされた棺の中に入れられ、埋葬されたと言います。さて、話が長くなってしまいましたが、この画像については、ラディトールの被害者である男性であると言われています。しかし、実はそうではないという話もあるようで、この画像について調べてほしいというリクエストをいただきました。私もネットでよく見かける画像ではあったのですが、確かに被爆した人物だという話を聞いたことがあります。もし違うとすれば、一体この写真はどのような状況で撮影されたものだったのでしょうか。この画像、調べてみるとどのサイトもラディトールの件と共に紹介しています。私もラディトールの被害者のものだと思い込んでいたのですが、調べてみるとこの写真はエベン・バイヤーズではないという説があるようなのです。例えば、この画像の起源を尋ねるレディットのスレにてこのような情報があります。これは砲弾によって顎を破壊された第一次世界大戦の兵士の写真だ、という投稿がありました。情報源は不明ですが、他のスレでも同様の指摘があり、ハロルド・ギリース博士による書籍からの引用である、という指摘もあります。彼はイギリス、ニュージーランドの外科医だった人物で、現代の整形手術の基礎を築いた人物であると言われています。主に第一次世界大戦で顔面に大きな傷を負った兵士に対して治療をしていた方です。彼の書籍を調べると、顔に大きな傷を負った兵士と、術後の経過の写真が多くヒットします。この画像の男性と同じく、顎の大部分を失った人物の写真もありました。しかし、様々な写真を確認しましたが、この画像が彼の書籍に掲載されていた痕跡は見つかりませんでした。ただ、この画像についてはエベン・バイヤーズのものではない可能性は高いと思います。その根拠について説明していきますが、まず1932年に報道されたバイヤーズ氏の記事がありました。1932年4月11日の記事ですが、先週ラジウム中毒で亡くなった、と書かれており、事件当時に書かれた記事になります。記事には、バイヤーズ氏の自宅に行ったウィン弁護士の話が載っています。大事な部分だけ抜粋しますが、彼の状態について、ほとんど話すことができなかった。
前歯2本を除く上顎全体と下顎の大部分を切除するという手術を受けた。彼の歯は6本しか残っていなかった、と記載されており、例の画像の男性と比較すると大きく異なります。まず、ほとんど話すことができない、ということでしたが、かろうじて声を出せる状態であったことが伺えます。しかし、この男性は声を発することすらできない状態である可能性が高く、また顎の大部分を除去する手術を受けたとのことですが、顎は人の手によって除去されたということで術後は傷口が露出しないような措置を受けたはずです。例えば同様の例として、ラジウム顎の術後の写真がありますが、顎を除去してもその部分の傷口は縫われています。このことから、当時の彼の状況とこの画像の男性は状況が異なり、バイヤーズ氏ではない可能性があると思います。また、この画像の男性の傷口の周囲は黒くなっており、これは砲撃による焦げた跡であるという指摘もありました。しかしながら、別人であるとするとこの写真はどこから出回ったのかという話になります。先ほどレディットにあったように、顔を損傷した兵士の写真である可能性が高いのではないかと考えられますが、現状出どころは不明です。ただ、おそらく症例を記載しているような医学書の一部が出回ったものと思われます。この画像について調べると、下部に文字が記載されているバージョンが見つかります。頭顔の怪我、と記載されており、この部分にアルファベットが記載されていますが、おそらくそれぞれの図に振られたもので、この写真には、L、と書かれていますが、他にも K や J があるようなので、別の写真も掲載されていたものと思われます。さらに調べてみると、K、の写真が掲載されたものが見つかりました。これは2013年のとあるブログに掲載されていたもので、ここでも、顔の怪我、というタイトルで投稿されています。K、の人物も顎がなく、何らかの怪我で失ったものと思われます。顔の傷、と紹介されていることから、バイヤーズ氏のように手術で顎を除去したわけではないことは明らかで、写真に書かれている文言から、やはり顔の傷の症例として医学書に掲載されていたものがネットに出回ったと思われます。ただ、この人物がどのような状況で顎を失ったのかは不明です。傷口から、おそらく砲撃などで失った可能性は高いのではないかと思います。2010年頃にはすでにネットに貼られていた形跡があり、おそらく出回ってからバイヤーズ氏の話と関連付けられてしまったと推測します。いかがでしたでしょうか？確かにここまでの状況だと、ラジウムで顎が溶けたと言われると信じてしまいますね。ただ、そのような写真ではない可能性が高いのではないかと思われます。